クランプがイラスト、ハニューがストーリーを手掛けるコラボ絵本発売決定。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。クランプとハニューが初のコラボレート。クランプがイラストを、ハブがストーリーを手掛ける絵本、ギフトが、講談社から発売される。スケーター史上初となる単独での東京ドーム公演。 イヤーラハニーアイスストーリー2023ギフトアット東京ドームサポーティドバイユキ肌制を2月26日に開催するハブこのドーム公演ではこれまでの僕の歴史やスケート人生そのものを感じていただけるようなものと昨年行ったアイスショープロローグを経てハブが初めて自身の言葉で綴った物語をベースに表情でパフォーマンスが行われるクランプとのコラボはハブ側からオファーハブは ギフトという物語を作るにあたって、いろいろなイメージを持ちながら作ってきました。そのイメージの中には、一つの絵本として見るギフトという物語も存在していて、そのイメージをクランプ先生に具現化していただけるといいなと思っていましたと、クランプは、ギフトという前人未到の講演とはまた別の、ハブさんが思い描かれたもう一つの絵本というギフトを少しでもそもなく、 皆様にお届けするお手伝いができますようにとコメントした。公演当日に販売される特別新聞では、イラストの一部と詳細が公開される予定だ。羽生譲るコメント、今回、ギフトという物語を作るにあたって、いろいろなイメージを持ちながら作ってきました。そのイメージの中には、一つの絵本として見るギフトという物語も存在していて、そのイメージをクランプ先生に具現化していただけるといいなと思っていました。 東京ドームでの公演の世界とは、また違う世界観を感じていただけるような作品です。この作品を通じて、多くの方に違った視点を感じて、楽しんでいただければと思います。クランプコメント、今回のお話をいただいて、本当に驚きました。ギフトという前人未到の公演とは、また別の、ハブさんが思い描かれたもう一つの、絵本という、ギフトを、少しでもそもなく、 皆様にお届けするお手伝いができますように。イアーラハニーアイスストーリー2023ギフトアット東京ドームサポーティドバイユキハダセイ日時2023年2月26日日曜日15時会場17時開演会場東京都東京ドームびっくりしました。クランプ先生とのコラボ絵本ですか。以前から SNS でハブさんは作画がクランプって言われ続けてましたよね。 そして、やはりハブさん側からのオファーだったんですね。いや、もう、なんとファンの願望を把握してらっしゃるのか。内村浩平さんといつか対談されたらいいなと思っていたら共演までされることになったし、清塚さんのクラシックテレビにも出演されたし、ハブさんが競技を離れてからこれでもかというほど楽しいことがいっぱいで幸せです。クランプ先生の美麗なイラストで表現されるもう一つのギフトの世界が今から楽しみです。 クランプがイラストだなんてどんなに素敵か期待できますね。次から次へと素晴らしい企画が発表されてファンにとっては嬉しい限りです。アマチュア時代の理不尽で窮屈な足かせが外れ自由にのびのびとご活躍されている姿を見る見つけプロに転向してくれて本当に良かったと思います。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。